クリスティン・スコット・トーマスは、イギリスの女優。イングランド、コーンウォール州出身。ジップもケーフも、飛行機のパイロットで、どちらも自己死している。同セットで過ごし、19歳で、フランスに移った。女優のセレナ・スコット・トーマスは妹。映画初出演となった、プリンス・アンダー・ザ・チェリー・ムーンでいきなり、ラジー賞の最低女演女優賞にノミネートされてしまうなど、 キャリアの初期では苦労が多かったが、その後、1994年公開の4ウェディングで英国アカデミー賞助演女優賞を受賞。1996年公開のイングリッシュペーシェントでアカデミー賞主演女優賞の候補となった。ロンドンのセントラルスクール・オブ・スピーチドラマ及びパリの国立舞台芸術技術学院で学び、フランス語が堪能なため、 自分が出演した作品のフランス語版を自ら吹き替えることもある。2008年、アントン・チェーホフのカモメでローレンス・オリビエ賞を受賞した。2010年、第63回カンヌ国際映画祭のオープニングセレモニーの司会を務めることが決定した。2014年2月、今後、映画に出演することはないと発表した。年齢を重ねるに従って、 与えられる役の幅が狭まってきたことが主な理由である。しかし、現在でもなお女優として活動している。フランス人医師と結婚し、3児を設けたが18年の結婚生活の後離婚した。シャーロット・ランプリング、ジェラールド・パルデュー、ジェーン・バーキニア、イングリッシュ・ペイシェントで共演したジュリエット・ビノシュ、レイフ・ファインズとも親しい間柄である。2003年には OBE、 2015年にはダビーに上されダメの称号を持つほか2005年にレジオンドヌール勲章シュバリエを受賞している。ありがとうございます。